FC まわりの金井が行かないと。皆さんこんばんは。 FC まわりの金井が行かないと、パーソナリティの金井良一です。この番組は今治市に本拠地を置く FC まわりの金井が楽しく選手を交えながらお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております。前回は、背番号33番インディオ選手と、通訳の、松村アレハンドロ朝文さんに、出ていただきました。インディオナイスゴールでした。インディオナイスゴール、インディオ選手の何ですかね、強い、思い、このクラブに来た、経緯、決意、そしてアレさんとの関係だったり、アレさんがこのクラブに来た背景っていうのをね、いろいろ熱く、お話しいただきました。2人がそんな、プライベートの話などをしてもらえる機会、今までね、あんまりなかったんですけども、いいよ、ようやくラジオ出ていただいて、ラジオ出たら点取るやろな、みたいな話もしてたら、点取ってくれて、前節ですけど、この放送は、7月の今、8日に収録してるんですけども、いいよ、選手の活躍もあり、5対0で、FC岐阜さんに勝利することができました。次節も、彼ら頑張ってほしいなと思いますし、チームも勢いつけてほしいなと思ってます。前回の放送聞かれてない方は、FC まばり YouTube チャンネルから、ご視聴ください。さて、今回も、ゲストを交えて放送していきたいと思います。じゃあ早速ですけども、お呼びしたいと思います。背番号19番、パク・スビン選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本語うま。日本語上手。じゃあ、もう一方、背番号23番、イ・ドヒョン選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうドヒョンは、もう何回も出てるし、いろんなとこで、僕もコミュニケーション取らせてもらったりしてるんで、もう余裕も何も、もう何でもいけるもんな。最初みたいに緊張はしないんですけど、まだちょっと少しは緊張します、やっぱり。そうやん、ほんと。ちょっとはしてます。いや、顔笑ってるよ。これ、今日は、ドヒョンとスビンに出てもらって、スビン、ちょっと日本語のところは、ドヒョンがフォローしてもらって、いろいろ進めたいなと思ってます。スビン、ラジオ出んのは、他のクラブだったり今までの経験ってある？ラジオ。ラジオ해본적있냐고。한번해본적없다고말한거라고。一回もないです。一回もないです。一回、日本語うま。一回もないんだ。緊張とかないやろ？この番組出んのに。めっちゃ緊張です。本当。はい。いろいろ質問もたくさんいただいてるし、2人のお話をいろいろ聞けたらなと思ってるんで、まずもうドヒョンはもう今治めちゃくちゃ、もう何年目？ドヒョン3 4、今年で3年目ですね。3年目か。もうだいぶ慣れてると思うんだけど、スビンは今年からこのクラブに加入してきてくれて、今治の地、そして FC 今治っていうのにはもう慣れた？はい、みんなが優しいから早く慣れました。すごっ。では、すぐに日本語そんなに話せるんやっけ？どっち言い訳していいんだ？今さっきこれだけ覚えさせました。じゃあ俺が質問することも、何、ドヒョンもスミンもなんかもう大体分かられてたってこと？俺、いや、もう慣れたっていうのはくれやろと思って、慣れたって言ったらこう言ったらいいよっていうのは教えました。さすがやな。もうドヒョンも
俺のこともほとんど把握してるやん。あんまりレパートリーがないってことで、今度から出直します、僕も。頑張ります。なるほどな。じゃあドヒョンから見てもスビンはその最初今まで来た時よりもドヒョンはスビンは慣れてる感じ？まあそうですね、まあ僕だけじゃなくて、うん、最近、まあ、近くに住んでる選手たちに乗せてもらったり、うん、あとご飯とかも結構行ってるんで、うん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 、なるほどな。だいぶ慣れてるかな。2人で行動することがやっぱり多い？まあ多いですね。朝とか僕が乗せて行ったり、そうやな、まあ、ご飯食べたりっていうのは、うん、結構多いですね。なるほどな。スビン、その今治の食事はどう？その韓国の料理と比べてなんか口に合う？どうバレちゃうか。今治食べ어떠냐고괜찮냐고한국이랑비교해봤을때한국거より응日本음식을뭐라하니요리日本요리가俺はもっと美味しいです。そうなん、なんかこの料理好きみたいな、例えばお魚とか、まあ、お肉とか焼肉とかだったら、ね、母国の方が美味しかったりするのかもしれないけど、お魚とかは好きなの？納豆、納豆です。納豆好きです。納豆好きなんや。はい、韓国に納豆ってあんまりないん？一応あるんですけど、うん、あんまり食べないですね。あ、そうなんや。いやもう、スミは毎日納豆食うてんねや。食ってます、朝から。そうなんや。どうさんは納豆は？納豆ってさ、好き嫌い、日本人でもさ、結構好き嫌い激しかったりさ、なんかもう、食わず嫌いな人もいんねんけどさ、はい。どうさんはどうなん？いや、僕まだ納豆食べれないんですよ。いや、そうなんや。それなんで？何があかんの？まあなんか、匂いとか大丈夫なんですけど、うん、あの、ネバネバ感があんま好きじゃないです。ああ、なるほどな。はい。でもそのネバネバ感はスビンは気に入ってんねや。結構気に入ってると思ってます。日本に来る前は食べてないけどってことかな。僕も同じよ。半分納豆。納豆？韓国でさ。はい。初めて。はい、日本初めて食べました。美味しい。あ、美味しいです。安いしな。僕が毎日納豆を食べたいですけど、うん、でもサジなんて安くないです。ごめん、なんか俺変なこと言ってました。あ、なるほどな。なかなか、あ、じゃあ、納豆なかなかた、もう差し入れします、僕、納豆。ソムルの旬でよ、大丈夫。ありがとうございます。今日一のテンションで来たな。いや、納豆差し入れします、僕。最近っていうか、まあ、この今まで来て、今はもう7月だけどさ、まあ、プレー、まあ、試合も、2人とも、その、ね、スタートから今、ガンガン出てるっていう感じじゃないけども、どう、自分のコンディションとか調子っていうのはどんな感じかな。ドヒョンからどう？僕は今年入ってシーズン始まった頃に、うん、怪我もちょっとあって、そうね、うん、まあ、スタート出しちょっと遅かったっていう感じもあったんですけど、うん、でも徐々に良くなってきて、うん、まあ、やっぱ試合出て結果を出せなかったっていうのはまだまだ足りないところでもあるんですけど、うん、まあでも今は順調にまたできてるかなっていう感じです。なるほど。なんかこんなこと取り組んでるみたいなのあんの？土俵とかって。まあそうですね。僕は最近はこの1ヶ月、2ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょいぐらいは、うん、茂木柊君と、うん、
朝30分前に練習始めてるんですよ。あ、そうなんや。上田さんに、やってもらって、んで朝練習30分前にも始めてますね。それなんかどういう課題の克服だったり、なんか長所伸ばそうとしてるのか、なんかテーマみたいなのあんのかな。まあ基本的にそんなガンガンきつい目にはあんまり30分前はやらないんですけど、やっぱり練習だけで足りないところもあるし、っていうのを、まあ、上田さんにちょっとお願いしてもらって、まあ、キャッチという、まあ、いろんなことをやってるんですけど、なるほどね、やってます。基礎的キャッチってことはなんかそのガンガンやらないっていうのは基礎的なところからしっかりもう一度見直しながら向上させてるって感じ。そうですね、はい。なるほどね。スビンはコンディションどう？僕はコンディションは、いいですけど、練習をしながら、練習しながら、ケイシ君と、山君と、プレイとか、プレイラ든지운동장에서할수있는하는거まあグラウンドでできることを만나볼것が多いです。なるほどね。はい。例えばケースとか同じポジションの人とコミュニケーション取ったりとか見てこの選手のいいところを盗んで自分の力に変えようとしてる感じかな。ヤキバニアなんだよね。ブロコじゃない、次は。ブロコじゃない。まあ、守備とか、やっぱケイシ君結構うまいと思うんで、まあ、すでに自分自身でまだケイシ君みたいに守備ができて、まだまだ足りないっていう感じはするから、教えてもらったりしてます。ああ、そうなんや。ケイシーが教えんねんな。これ聞いたら多分飯連れて行ってくれるっすよね。絶対連れて行ってくれる。納豆の差し入れも絶対あるよ。絶対あるっすよね。あるある。なるほどな。でもさ、そのケイシーとか山にはない特徴は多分スビンには多分あると思うんだけど、そのスビンの持ち味っていうのは、スビン自分自身はどう感じてるというか、どう？スビンの中で。だから、ケイシーより、と、잘할수있는장점이랑그런거、기본생각하고、중거리슛그런거얘기해요。아、ミドルシュートとか、ミドルシュートとか、킥キック、切り替え、キック、あ、切り替え、サイドチェンジのキックとか、はい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 、なるほどね。それ、はい、ドヒョンから見てどうなん、そのスビン自身ではキックのサイドチェンジとか切り替えのところ、ミドルシュートっていうところはスビンの持ち味ってスビンが思ってるところで、周りから例えばドヒョンがスビンこういうとこええよなみたいなのはある？好きなところでもええよ。いやでもやっぱりキックは精度高いですね。ああそうなんやね。高いし、まあシュートも、スビンが打つときはみんな、これ入るんじゃないかなっていう、うわってなるのは、ありますね。なるほど。だからボールペナの外でもパッてボール持って前向きでフリーだったらシュート打ったら入りそうみたいな雰囲気があるんや。そうですね、やっぱパンチ力もあるし精度も高いから、はい、ミドルシュートはうまいですね。なるほどね。スビンから見てドヒョンはなんかどんなプレイヤープラス個人的に好きなところでもいいよ。형이봤을때아알아들었어알아들었는데뭐라고했어아그거말고개인적으로남자로서도좋아하는거있으면말해도돼요얘남자로서좋아하는거하나도없다고라고하지男として
1ミリも見てないらしいです。もうでも家族みたいな感じだから毎日ずっと一緒におったらな。まあ結構いますね。なんかここ嫌いやわーみたいなある？趣味土俵のここ嫌やわーみたいな。な、いろんなのな、열받는다그런거있냐저거。あ、俺が、うん、先輩ですけど。はいはいはい。めっちゃかぶんだ。なめてるらしいです。それを通訳して自分で言うドヨンもあれやな、辛いけど、でも。まあでもそれは認めます。なめてんのかい。いやでもまあ、年も近いし、うんうん、優しいからこう、うん、二人でふざけながらっていうか、うん、まあ、若い遊びしてますね。なるほどね。なんか仲良さそう、ほんまに。なんか、今日もあのね、あの、今日もそうやし、毎朝2人で来る姿とか、俺を見たりするんやけど、なんか常に会話してる感じもあるし、うん、なんか楽しそうな雰囲気を勝手ながら感じてるから、でも、男としてあんまり見てないな、スビンな。あ、うん、ちなんで、남자로서何文字？ああ、もちろん。そらそうやな。じゃあちょっと質問もあのいくつもいくつかいただいてますんで、質問ちょっと、読み上げて2人に答えてもらいたいと思います。はい、あ、ラジオネームあーちゃんさん、オフの時2人でご飯食べに行くことありますか？2人の活躍期待してますってことで、まあ練習の時とか一緒に行き来したりとか、あの、いろいろしてるって話してくれたけど、休みの日とかも一緒に、なんか行動したりとかご飯行ったりってすんの？まあ、結構ありますね。結構ありますけど、なんか用事があった時以外は、うん、まあ一緒にご飯食べたり、うんうん、たまに、僕が家で飯作ったら来て一緒に食べてゲームしたり。ね、どうしよう、何作んの？いや、それもまあいろいろキムチ鍋とか作るんですけど。おお。いや、スイも最近料理自炊始めて。へえ。なんかおかずとかちょっと作って一緒に食べて。うんうん。毎日食器洗いはゲームでかけてるんですけど。なるほどね。はい。いいね。え、スビン何作るの？俺は韓国よりなんかね、うん、味噌チゲ。何何？味噌のチゲって分かります。ああ、味噌チゲ。うん。チゲとか、オムライス。オムライス？オムレとか。すごっ。あ、トルチキン。まあ、まあ、肉焼いたりするらしいです。まあそうやな、男料理ってそんな感じやんな。肉焼いて、野菜炒めもそうやし、なんかね、簡単にボリュームあってっていうのはいいと思うけど、そのチゲとかさ、俺らが作るのと2人が作るのって全然味とか違うんかな。まあ多分そうですね。なんかいろいろこだわりあって、なんかなんていうの、香辛料っていうか、そういうなんかいろんなもん入れたりすんの？まあ基本的に YouTube 見ながらやるんですけど、結構出てるじゃないですか。まあでも多分韓国のやつ見てるから。あ、そうか、向こう韓国料理っぽいですね。なるほどな。ちょっと今度いい？俺も行って。もうあずてんよ。日本チームパモール。絶対ダメです。いや。知っとんな、すびん。俺の扱いを。すみません。さすが、さすが。もう慣れましたね。慣れました。最高、最高や。最高。いや、あの、断られても俺行くから。日本語で말라해도 가면돼요。
どうなんになるんでしょうか。どうしっかり締めときます。泣いちゃおう。いや、ちょっと続いていきましょうか。あ、ラジオネーム、今治どうでしょうさん。ドヒョン選手、スビン選手に質問です。お互いの第一印象はどんな感じでしたか。チャディンさん、背が高くて、うん、顔もちょっと顔もまあまあ、あ、まあかっこよくて、うん、初めては優しいです。お、最初は舐められへんかった。今は全然。全然。なるほどね。まあ、これが慣れたって証拠っすね。そういうことやな。はい。そういうことや。いい意味で今治に慣れた。そういうことやな。はい。確かに。いや、なんか、そういういじったりいじられたり、なんか、笑いが絶えへん感じはするから、なんか慣れたんだなっていうのは思うし。ドヒョンはどう？その、スビンの第一印象。まあ、そうっすね。最初噛み合った時はかっこよかったんですけどね。そうやんな、スビンさ、まあ、ちょっと髪伸びてるけどさ、なんかいきなり坊主やったよな。坊主、坊主、あ、あ、天気が暑くて、うん、ほんまか。伸び、まあまあ実は、うん、美容、あの、うん、行って髪切ったんですけど、うんうんうん、なんか日本語言えなくて、あ、言えなくて、そのままなんか気に入ってないっていうか、もうちょっと切ってほしかったんですけど、うん、帰ってきたんですよ、うんうん、それで横を自分でバリカンしてて、うん、あの頭取れちゃって、ミスってガチャってバリカンの先がね、はい、ガチャッと閉めなくて、それで五輪行っちゃって、そっからっすね。なるほどね。なるほど。美容室行って、その日本語を話せなくて、あの、思ったよりも切ってもらえへんかったけど、もうなんかその言葉でコミュニケーション取るよりも、なんかもうそもそもやん、もう、行動がもう。もうそうっすね。いや、おもろいわ。え、それはもう行ってもらった時はもう行かなあかんと思って全部やったん。結局いや、僕呼ばれたんですよ。うんうん。見たんですけど、うん、結構えぐいところも、ここら辺がもう檻になっちゃってほぼつむじら辺がもう行かれてた、もう隠せなくて、うんうんうん、行くしかないなって言ってやりましたね。え、今までやったことあるの、その五輪は。いてかじ、パコンビロボンジョギンニョ。中学校ったんぼ。中学校の時一回しかないらしいです。ああ、なるほどな。え、今は骨伸ばしてんの？チン、キリコニョ。あ、タメなし。はい。もう失敗せんといてな。まあ、どうしようしたんじゃねえ。ああ、わかりました。もしなんか、あの、誰かにやってもらうってなったら俺に言って、俺がちゃんと五輪にしてあげるから。もう部がチャラするかわかってもね、チャリなんて言われる、チャリが必要だよ。そんな4ミリパクパクの見る終わりだよ。ああ、はいはい、違うね。ええんかい。なるほどな。いや、でもええわ。え、だってドヒョンも結構さ、髪型とか変えへん。なんか長くしてる時もあればさ、単発にしてる時もあるし、今ちょっと可愛い感じだし、ね、なんかこだわりあるの？いや、もうすぐ飽きちゃうんですよ。なるほどな。はい、こうしたいって言っても、うん、これやって短く切ったら、うん、もうちょっと伸ばしたいなって言って伸ばしてたら、またこの髪したいなっていうのも結構あって、はい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 、結構変えてます。なるほどな。まあ、髪、そうやってこう飽き性やけど、スビンといるのは飽きないってことか。いや、まあ今のところはまだ大丈夫です。まだ大丈夫？はい。
いいね、仲良さそうで。なんか今後もなんか今治の選手もね、いい選手っていうか優しい選手多いと思うから、もっとあの今治の町も、今コロナでなかなか難しいけども、いろんな町もみんなから紹介してもらったりして、はい、いろんなとこに土俵もね、あの町に出れるようになったらいろいろ見てほしいなっていうふうに思ってます。ちょっとあのまだまだちょっと続けたいし、いろいろたくさんメッセージいただいてるんですけども、そろそろお時間となってしまいましたけども、今回も本当にたくさんのメッセージいただきました、皆さんありがとうございました、皆さんからのメッセージはあの全て読むことができずですが、僕も選手も読んでますんで、引き続きメッセージ欲しいなと思ってます。最後にですけど、最後の前にそうですね、今回の、ドヒョン選手とスミン選手の、選手のチェキ写真にサインを入れたプレゼントですけれども、厳選なる抽選の結果、ハッラさんとみかん男さんの2名、厳選なる抽選の結果おめでとうございます。最後にお二人からイカナの皆さんにメッセージをお願いしたいので、じゃあ先にドヒョン、メッセージお願いしてもいいですか。はい、はい、今日も一日こういうラジオで、まあ、楽しくあっという間に終わったんで、うん、まあ、また機会があればまた来ます。ぜひお願いします。ぜひぜひお願いします。スビンもありがとう。スビンもメッセージお願いします。みんな今治、みんな今治のみんなは愛してる。いいね、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、またあのラジオも出てほしいですし、試合だったりとか、ぜひあの活躍、いろんな人期待してるんで、ぜひあのサッカーの方も活躍してほしいし、まあ、ラジオでもぜひ僕たちに活躍してほしいな。またぜひ出てください。ありがとうございます。次回の出演者はまた、追ってご連絡したいと思っております。それでは、次回もお楽しみに。スビン選手、ドヒョン選手、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。全力で駆け抜けてゆくんだ。いざ勝利の選手を。ここに歓喜の渦を秋を越せ胸を張れ歌えこの Warriors Soldiers 今きっと行ける。夢ならここにある、そう君と見る共にあれ力の限りこの旗をかざそう。全身で抱きしめてゆくんだ。いざ勝利の戦士よ、ここに奇跡の日々を。